おはよう。はい、皆さんおはようございます。和道です。2018年4月の27日、16時25分です。よろしくお願いします。どうも。ヤナラッキー、こんにちは。今日ね、便所さんのね、あれだよ、あの捨て頃の練習会行ってくる。川越。おい、ヒトラーさんいらっしゃい。川越遠いよね。ドーピングすっか、カフェイン。KP。 川越まで行くね。川越なんかリア凸 OK らしいよ。今回リア凸 OK らしい。だから埼玉のリスナーさんはね、来ればいいと思うよ。柔道場っていうかね、なんか学校を借りてるんだよね。あの便所さんの練習はなんかもう立ち上げメンバーで、あの便所さん、その格闘技のサークルみたいなところで、なんか学校の体育館みたいなところを借りてんのよ。学校の柔道場なのかな、なんか武道場みたいな。で戦うの、戦うのっつうか練習してんの、みんな。何、荒野自殺しちゃって騒いでんの。嘘くさくない？何これ、荒野が自殺って。なんでみんな荒野荒野自殺って書いてあるんだろう。荒野死んだの。完全にデマでしょ。完全に出ますよ。今日誰来るんだろう。達彦から誘われたけど、誰が来るのかな。お、アーミー久々だね。あだつ久しぶりだね、なんかね。
晴れ、曇りか。はい、ワドツ、長さんいらっしゃい。いや、なんかまたバンになったの？何やったの？誰が死んだ？いや、荒野が死んだってみんな言ってるな。何それ？と思って、デマにも程があるよな。何回死ぬねんっていうね何回死ねば気が済むんだよ、こうや。シューズ試すか、今日。シューズ試そう。シューズ。よいしょ。これ試すか、今日。風船ありがとう、アミー。履き慣れておかないと本番だと急に戸惑ったら嫌だもんね。よいしょ。きついな、結構。いいよ、ドツ。いやいや、多分ね、今日の放送見るの、夕方の便所さんのところでやるから、興味ある人、便所さんの枠フォローつか通知入れといてよ。俺枠開かないで、あの動画撮影班に回ろうと思ってるから、今日。うん。嫌いな人の名前なんで？靴の裏に嫌いな人の名前書くのいいの？そんなジンクスあるの？トモさんは脱、こういう感じか。こんな感じだね。ライオンマークかっこよすぎるから。ライオンマークかっこいいよね、これね。ライオンマークね。やっぱ靴かっこいいな、全然。よし、これで OK と。ダメだ、全然外れない、抜ける要素がない。あー、すごいわ。ミラクルフィットだね。よいしょ。そういう仕様になってるんだろうね。灰を踏むの抜けないね。うん、ピ
タって感じ、ピタって、うん、ピッタリって感じ。まあそうだよね、格闘技用のだからそうなるよね。モハメド・アリがつけてたやつだからね。お疲れ。あーちょっと疲れ、睡眠はねバッチリいい感じに取れたんだけど、昨日ねジム行ったんだ、だから疲れ抜けてないかもね。もうそろそろ毎日行かないとと思って、今日はねあの川越で練習してくるんだけど、もうこっからちょっとねピリピリするかもしれないよ。6月もう2ヶ月切ったからね、格闘技ジムバンバン行って、なんだろう、もう最後の追い込み入るから、多分ねちょっと雑談もピリ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 すると思う。疲れも抜けないし、最後の3日間2日間ぐらい休もうと思ってるけどね、試合前の2日間は。もう最後の仕上げだね。25日だからちょもう2ヶ月切ったね。靴は脱げないようにできてるね。試合で見たことないもんね、確かにね、ボクシングのね。すごいよ、もうほんと羽みたいな軽さだよ。無理しないよ、うん、楽しむよ。練習は楽しんでなんぼだと思ってるから。1の時以上、あ、ワン捨て頃ね。あ、いや、あのね捨て頃ワンの時みたいな不安みたいなものはないね。ピリピリ、そういうピリピリじゃないね。あの男性ホルモンがね多分出るから、あのちょっとトゲトゲしくなるんだよね。ワンの時みたいなあのプレッシャーとか恐怖心はないの、本当になくて。それよりもね、なんて言うんだろうな、男性ホルモンがブワーッと出てこう闘争的になるっていうのかな、なんかこうやっぱねなっちゃうんだよね、それは。でもそれとの戦いだよね。もうどうなんだろう、まあおっさんだからな、もうな。そうだね、戦闘態勢にやっぱならないとおかしいよね。やっぱさ格闘技とかもさ記者会見とかピリピリしてるじゃん、なんか喧嘩したりとかさ、なんか発言がこうなんかこうなんつうの、煽ったりとか、ああいう風になるんだよ本当に試合前って。そうそうそう、そうだね、ピリピリしたら本棚作ろうね。まあ普通の感覚だと思うよ、どんなアスリートでもピリピリするでしょ、ボクシングに限らず。大会前は でもね、やっぱりそれはなんとかこうなくしていきたいというか、ピリ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 しないようにね。意外とね、あの捨て頃系のこういう格闘技の企画から見始めてくれたリスナーさんも俺多いから、あの捨て頃ね、今回のリベンジマッチは楽しみにしてる人多いんだよ。あの和道リスナー温厚な人が多いから、あんまりそういうこと言わないんだけど、本当にね DM とか LINE とかリアトツとかすると、捨て頃本当に応援してますって言われるから、頑張んないとね。だから逆にあれかもね、あの自分に合ってたかもしれないよね、その弱いから挑戦するっていうキャラクターがいいって、羨ましいって言われるね。強い人が勝っても面白くないじゃん、弱いやつが勝つところが見たいっていうのがなんかネット民にあるらしくて、そういう部分ではなんかチャンスなのかなとか思ったり。ドレさんに言われたよ、あの明日のジョーがなんで名作かわかるかって、わかんないわっつったら、ジョーは負けても立つからだよって。
お前は負けれる選手なんだから羨ましいって言われた。負けが許される選手は主人公なんだぞって言われた。ちょっと何言ってるか分かんないわって。 ドルさん、ちょっと何言ってるか全然分かんないわって言っといたけど、調達はまあ誰でもするからね、格闘技やってれば。いや、一応ステフロワン勝ってるから。忘れてあげないでよ。一応みやびさんに勝ってるから。一応つが圧勝してたでしょ。カレオさん、なんか久しぶりな感じだな。カレオさんいらっしゃい。なんか最近カレオさんのコメント見てない。ジャックどう思う？なんかまた業者から連絡来たよ。なんか配信サイトのコンサルみたいな、コンサルっつうかなんか仲介みたいな会社がどうのこうのみたいな。なんか配信サイトのコンサルができるぐらい配信会でかくなってるんだと思って。いい傾向だよね。はいはい、オッパ部長いらっしゃい。え、もうこんな時間なの？いや、川越まで1時間ぐらいかかるよね。新宿から1本だっけ、川越って。1本で合ってる？マジか。シャワー浴びて、シャワー浴びて行こう。最強線っすね。了解っす。確か1本だった記憶があるんだけど、違かったっけな。地味に遠いんだよな川越。あれ、テルチャンピンも川越だったっけな。テルもね、なんかジム通い始めたよね。テルも通い始めて。みんな臨戦態勢になり始めたよね。男性ホルモン出すにはどうしたらいい？わかんない。ペニオいらっしゃい。おい、リュウヤさんいらっしゃい。総会議出ないね。オファー来てないね。オファーが来たこと一回もないよ。出たいよ、俺だって。運営から嫌われてるから、俺。ニコ生系の運営からは。
すっぽん紅茶ね飲まないと。我らがすっぽん紅茶。ああきつ。よし試してみっか。おお、ノンラブいらっしゃい。今日はね、セゴロだよ。セゴロ練習会。達彦どうやって行くんだろう。達彦に電話してみようかな。たっちゃんに電話しよう。たっちゃんに。たっちゃんどこだ。枠回し誰のところでやるんだろうな。ありがとう花火ありがとう。みーすけさん花火ありがとう。ありがとうございます。ファイトだね。ワールカップタオルバンテージ収録音数、そうっすね。LINE 通話はこいつっすね。これです。これ。OBS でも実はできるんですけど、これがあるのが一番いいですね。ただ OBS ピンでもできますよ。ピンでもできます。OBS のデスクトップ音声っていうのを少しメーター上げて、まあ事前に通話のチェックしておけば音量のバランスが整うんで。ただまあまあ、OBS だけでもできるんですけど、音質を上げる場合はヤマハの AG03 が必要ですね。ただ別に多分ね OBS ピンでもいけますよ。ただ回る可能性があるんですよ。音が外からスピーカーの音声を切ってパソコン内部で回さないといけないからヘッドホンが必要かな。その場合通話をするときヘッドホンが必要だから、ちょっとやっぱ厄介ですよね。環境によりますね。外に通話音を回すのかどうかとか。僕は中で回してるんですよ。だからヘッドホンを外しちゃうと何言ってるかわからなくなるっていうデメリットがあるんですけど。だから僕しか聞けないってことですね。
で、大型の企画とかでテレビとかのアナウンサーとテレビの中継みたいにやる場合は、多分イヤホンかましてるはずなんですよ。よくこうやってやってません？中継の何々さんってやってる時、こうやって多分やってますよね。たまにこうやって演者とかが。だから多分外で音回してないはずですね。パソコンにヘッドホンつないで仲回しですね。テスト3回ぐらいやらないと放送の場合事故る可能性がありますね。ヤマハ AG03 か、もう一個は AG06 か買っておけば問題ないです。おはめん カオスいらっしゃい。ヤバゾーの枠で語ってた。ヤバゾーって配信者なの？ヤバゾーって枠やってんの？初めて知った。ふわっちやってんの？ヤバゾー。声若いって多分俺と変わらないって言ってたから年下だよ。俺と多分タメだと思ってる俺は。タメか、あの言い分だと多分1個下か2個下とか、多分30、31、32ぐらい。違うな、31、32、33ぐらいの年だね。多分俺の予想下だと思ってて、絡んでる印象ね。2個下ぐらいだと思う。和道と同世代だよっつったから、世代的になんか考え方とかが1個下2個下の感覚に近いかも。ヤバゾーとね、カオスと3人でオフ会とか面白いかもしれないよね。なんか会ってみたい、ヤバゾーには。多分結構変なやつだと思うよ。なんか BNF みたいなやつだと思う、多分。カオス大好きだし。俺もヤバゾー結構好きだ。3人で会うのが一番いいと思う。一回会ってみたいな、ヤバゾーは。変わりもん同盟作ろうぜ。変わりもん同盟。友を増やしたい。俺は友達いらない めんどくさい 知り合いとか仲間はいっぱい欲しいけど、友達はいらない俺 めんどくさい。いや、本当に友達いらない派なんだよね。なんかね、友達がいて人生が豊かになるっていう考え方は俺は嘘だと思ってるから。なんかこう、仕事でつながりたい。でんでってってれでん。あ、そっちの友達は欲しいね。ディーンリディーンディーンつってね。ディーンディッディッテレディーン。あ、それいいね。わかった。今度から友達を増やすようにしよう、俺。仕事したの？いっちゃん。お疲れ。友と友達は若干違うの。
なんか世間一般で言われてる俺友達っていう概念はクソだと思ってて、あんなのいらない。あいつらが言う友達なんていらない。ただカタカナの友達はちょっと欲しいかもしんない あれは面白い。21世紀少年ってなんか微妙じゃなかった？あれ何だったの？あれなんか名作扱いされてるじゃん、浦沢直樹の。浦沢直樹の名作、モンスターの方が全然名作だと思って、なんか友達に関しては迷走しすぎだと思ってんだよね。あれどう思う？あれはなくない？ちょっと。なんか若干中下りをこじらせた感じがすごいんだよね。これちゃんと書いてねえだろうみたいな。これ考えながら作ってるだろうみたいな。モンスターは良かったよね。マスター・キートンとかの方が面白いような気がするんだよな。東京医大に入院してくれ、友として配信しに行ってあげるから。いや俺どうだろうね、入院はしないけど何カオスは、何1ヶ月間放送見てなかったの？退院するまでスマホいじれなかったの？どういう状況だったの？手術してリハビリで1ヶ月ってことかな、多分緊急手術でしょ。携帯使えなかったんだ。まあそれどころじゃなかったってことね。でもだんだんなんか取り戻してきた感じはあるね、ツイッター見てると。地下鉄サリンの未来像、その未来図。ああ、そういう世界観なんだ、テーマは。俺、モンスターのさ、ヨハン・リーベルトとアンナのさ、お母さんの下りのシーンのトラウマシーンがすげえうまく描かれてるの。こっち、いや、こっちっていうお母さんのシーン大好きなんだよ。携帯も財布も確保され渡されなかった。3月10日から4月19日。ああ、もう隔離状態だね、じゃあ。ありがとうさん、肉まんありがとう。なんで肉まん未だに持ってんの？ああ、そろそろ行かないとな。喋りてえな。喋りてえな。川越まで遠いんだよな。うぜえ。しかもなんか混むんだよね、埼京線。くっそ混むから、まあ行かないとな。帰りはまあ辰彦と一緒に帰るから気は楽だけど、行きがめんどくせえわ。縛りつけてた。今日ね、便所太郎さんの捨て頃の公式の練習会なんですよ。いや、超だるいっすよね。しかも機材が半端じゃなく重たいから過呼吸で倒れちゃうかも。パニックパニックパニックは動画を慌て でも行くって言っちゃったしな、辰彦にも行くよって言っちゃったし。みんな見に来るでしょ、便所さんの枠。まあ淡々と黙々と練習するけどね、もう試合近いし。移動配信はしない。電車の中で通報されてもつまんないしさ、やんない。あんまりね、喋れないから、俺人前とか人混みとか電車の中で喋ってるやつとか殺意湧くからダメなんだよね。
五長さんっていう人が来るって聞いたかな。五長さん、あの光くんの対戦相手どんな感じなんだろうな。ナノさんいらっしゃい。強いのかな。じゃあ行ってくるわ。みんなごめんね、ダラダラ配信で。便所さんの枠か達彦の枠かわかんないですけど、あの始まる時にツイッターであの必ず告知は入れるんで、あのよろしくお願いします。行ってきます。あ、風船ありがとう。それでは皆さん。